平成25年7月5日、先日測定した、茨城県日立市小坊地公園というところに来ています。前回はこのような看板は、なかったんですけども、今日来てみると平成24年度に除染作業を実施しましたが、敷地の一部にまだ目標値を下回らない箇所がありますので再除染を行う予定です。なお日常の使用には支障ありませんという日立市の看板があるんですけども、本当に日常の使用には支障がない数字なのか早速検証してみたいと思います。現在空間放射線量は、ちょっと見にくいんですけども 0.18 マイクロシーベルトあります。では目標値を下回らない箇所というのはどの場所なのか、こちらになります。この公園の名前を、出しているこの小坊地公園という看板のところですね。こちらに来ますと先ほど 0.18 ほどあった、空間放射線量が徐々に上がっていきます。今 0.21、 この辺ですね、高いのは、0.23 超えました。測定から3分ぐらいが経ったんですけども、現在の空間放射線量は 0.4、0.4 を超えるか超えないかというところです。今 0.39 まで下がりました。果たしてこの数字が日常の生活に支障がない数字と言えるのでしょうか。この公園ではご覧のように、子どもたちも遊んでいます。